なんでさ、自分の唇も動きよ。もうお風呂上がりかな。洗うのめんどくさそう。こんばんは。お風呂を終わって髪の毛乾かしてきました。明日はパジャドラの千秋楽です。明日は昼夜パジャドラがあります。で、夜の千秋楽に出させていただきます。最後ですが、皆さん楽しみましょう。コップの今食べたいもの、なんだろうな。アイス。アイス。ステーキ。夜ご飯食べたやん。オムライス。おばあちゃんのご飯が食べたいです。明日食べます。工場見学のそうだ後編もねアップされてるので、ぜひ皆さんご覧ください。千秋楽とそうね近いもんね。アイス普段からよく食べる。たまに。トッカルビめっちゃ美味しかったですよ。照り焼き味もあったんだけど、照り焼き味もめっちゃ美味しかった。なんか博多の香りを皆さんがたくさん食べてくれてて嬉しい。食べたことなかったけど、この間食べましたとかよく聞くので嬉しいですね。いっぱい食べてください皆さん。明日千秋楽何の髪型にするのね、決めてないんだよね。どうしようかな。まあユニットにもよるんですけど、髪の毛悩み中です。何にしようか。ね、他のさウインナー、日本食品さんのウインナーあんまね私も見ないから。枝豆とかめっちゃ美味しかったのよ。だからみんなにも食べてほしいけど、ね、売ってるところあんま見ないよね。
なんかさ、どんな髪型にしようかなとか思って。ネットでもさ、購入できるらしい。直売所のプラパネル見に行きたい行ってね。一気に食べるとコッペ水をたくさん飲んでるように見えた。めっちゃ飲みました。 2杯くらい飲んだ水。黒胡椒のやつめっちゃ美味しかったよ。今日もタブレットで理科の宿題があったんだけど、もう終わらせました。まだね、2人しか取り組んでなくて、私は3人目になりましたすぐやった、帰ってきて。この間は60何番目とかやった。今日が3人目です。でももう2人取り組んでるのすごくない誰が取り組んでんの。何人が取り組んでるっていうのは分かるんだけど、誰が取り組んでるかっていうのは分かんない。見れたら面白いんだけどね。大体想像はつくけど誰が取り組んでるかは。生徒さんお友達見に来てくれる。お友達はね、見に来てくれます。3人ぐらい、3人仲良しの4人組の3人の子が見に来てくれます。みんな来てくれるんだって。なんかうちわを作るみたいなんで画像送られてきたけど、本当に作るのかはその子はちょっと信用できないので分かりませんわ、ベリーベリーストロベリー、ありがとうございます。みんなおしゃべりしてあげてください。めっちゃ楽しみにしてくれてんだよね。夢の関係者席とか言ってたよ。どういうこと。その子たちもさ、好きなグループがいるんですよ。好きなアイドルグループっていうのいるから憧れてたらしいです。タロン魚さん、レインボースターありがとうございます。カンさん、ソフトクリームありがとうございます。バウチさん、アイスありがとうございます。トールンさん、伊達さん、京子のごろさん、ヨッシー、おうち、チョコミン講師、どういうこと、チョコミン講師さんありがとうございます。ソイミルクさん、アイスありがとうございます。マイドクアイスありがとうございます。セイチさん、アイスありがとうございます。今日このごろさん、イルファンさん、アイスありがとうございます。レッドファイブさん、アイスありがとうございます。タカさん、アイスありがとうございます。博多のなるなるさん、フルーツありがとうございます。レッドファイブさん、コテツさん、アイタカさん、タンオサカナさん、アイスありがとうございます。ムハマロさん、かわいいありがとうございます。博多なるなるさん、アイスありがとうございます。トシローさん、レインボースターありがとうございます。マイナくん、ハートありがとうございます。ブリダンダンさん、アイスありがとうございます。ノリッペさん、ハートありがとうございます。アイスもありがとうございます。ヤンさん、ハートありがとうございます。ノクレダシさん、バラありがとうございます。マイノくんとヤンさん、ハートありがとうございます。森翔さん、ダルマありがとうございます。サワン魚さん、アイスありがとうございます。コウさん、マーさん、アイス
ありがとうございます。迷子の子さん、カズさん、アイスありがとうございます。パーローさん、シャボン玉ありがとうございます。クロさん、アイスたくさんありがとうございます。ハートもありがとうございます。博多なるなるさん、シャボン玉ありがとうございます。今日この頃さん、アイスありがとうございます。前田くん、シャボン玉ありがとうございます。ヤスさん、大きいベリーベリーストロベリーありがとうございます。博多カンベイさん、ムハーマドさん、カードの人さん、アイスありがとうございます。クラインさん、トモハンさん、ジージリモンさん、ハートありがとうございます。キキちゃん、アイスありがとうございます。シュリさん、アイスありがとうございます。トシロさん、ハートありがとうございます。ナンタさん、ハートありがとうございます。セナさん、バラありがとうございます。八王子のヨッシーさん、ダルマありがとうございます。ジージリモンさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。クロさん、グーグーありがとうございます。なんか生誕祭は今まで私なんかさ、その場で考えて言うっていうのができないから、めっちゃ読むやつを書いてそのまま手紙を読んでたって感じだったんですけど、なんか今年からなんかそれをちょっとなんかやめましょうみたいな感じになって、なのでできるだけ前を向いて言わないといけなくなっちゃったんですね。だからちょっとやばいです言いたいことを言えるのか。できるだけ前を向いて言いましょうっていうことになったので、私はお話しするのがすごく苦手なので言えるかわかんないけど頑張ってみます、今年は そうなんよ。怖いです、結構。まだ言うこともそんなさ決まってないのよ。やばくない？いけるかな？そんな長くは話さないと思うので短く。ぎゅっとまとめます。っていうことになっちゃったので、ちょっと頑張ります。ねえ、3日のやばくないですか？普通にお手紙誰なんだろうってね、ずっと考えてた。今日も授業中、お手紙誰なんだろうな。なんか藤子子って平気で嘘つくからもう分かんないんですよ手紙は前向いてかな。どういうこと？手紙は前向いて、手紙おふえみポップコーンさん、アイスありがとうございます。695？ キャー、すごい。
ありがとうございます。あと5日で700日だよ。すごっ。なかなかね、最近は何百日記念配信っていうのが、ちょうど600日の時は忙しかったからできなくて、700日はまあできたらいいんですけどって感じですね。で5日後でしょ、できたらやりたいです。もうなんか最近はね、最近の数学がもう難しすぎて、もう頭が追いつかない。最近どうしよう。頭が追いつかないです。数学が難しい。なんかルート、ルートがやばい。しかもなんか先生がね、変わったんです。数学の先生が、数学の先生が中2から変わって、中3の今年が初めての先生なのね。だからちょっともう早いんです、進めるのが。なんか12月あたりまでには3年生の内容を全部終わらして、そこから受験勉強しないといけないから、なんか12月あたりには全部終わらしと1回といけないから、めっちゃ進めるのが早いんですよ、全体的に。で数学とかもめっちゃ早くて、いやーってみんなね、書くのに必死で、計算式とかもうすぐ次の話始まっちゃうから、みんなも頑張ってこうやって書いて頑張ってます。やっと最近ルートできるようになってる、ちょっとずつ。頭良かったのは小学校と中1くらいまで頭良かった。今はね、ルートの展開してます。小学校と中1までは頭良さそうだった、良さそうだった、うん、良さそうにしてました。テストの順位良さそう。テストの順位は中1の一番最初が良かったですねそれ以降は、まあ、まあまあまあって感じ。中1の一番最初がすごかった。なんかでも勉強さ、きついけどさ、嫌って思わないんですよ、不思議と。なんか受験勉強嫌だとか、なんか受験勉強嫌だじゃない、試験勉強嫌だとかなるけど、
なんかきついってなるけど、勉強が嫌だとは思わない。眠いってだけ眠いなーく、アイドル活動してるけどまだ勉強余裕。友達がね教えてくれるんですよ。めっちゃ学校行ってでき、あの授業受けてないところとかあったら教えてくれるし、友達が優しいのでなんとかやっていけてるかもしれないけど、わかんないです友達がいるからできてる。先生も提出物遅れても何も言わないし、優しい先生と友達がいるので。教えてくれるのは、うん、生誕祭来る子も教えてくれますし、全然関係ない子も教えてくれるし、先生もめっちゃ教えに来てくれます本当に私中学校本当にねやん泣きすると思うんですよね。なんとなくもう想像できるもんな私が。だって小学校でさ中学校に行くメンバー何も変わらないのに泣いてんのやばくないですか。じゃあ中学校どうなるんだよなっちゃう。バレー推薦、私バレー部入ってないからダメですさ、めっちゃギャン泣きしてんのにさ、中学校とか大丈夫なの？なんかね、私本当に爆泣きしそうで怖いんですけどそんな泣くってくらい泣きそうな、怖い。しかもそうだね、もうこうやって中学校卒業したら会う機会なくなるんだよ友達と。やばいよね、会う機会なくなっちゃうんです。中学校めっちゃ楽しかったなって、もう終わってほしくないもん中学校生活もう学校が楽しくて楽しくて仕方ない。私爆泣きしたらなんかなんていうのこのみたいなのが止まらなくなるの、一生出てるのそれが。だから恥ずかしい。泣き虫なのでね。意外と泣き虫、意外とっていうかみんなが知ってる通り泣き虫すぐ泣く。夜中に映画の予告を見ただけでも泣くの、やばくないですか映画の予告見てわーって泣いて、映画のなんかまとめの動画みたいなあらすじ動画とか見るだけでわーって泣くんです。体育教師のあの千秋楽の時もなんか涙が止まらなかったでずっとでずっと肩が上がってました止まらなくて。コペのユニットで泣けます。ユニットで泣く泣き虫なんです本当に。そろそろ、まだ
中の街角でパーティー始めればいいのに、花の色だって言葉の壁だって宗教だって関係ないよ。イモップン爆泣きする。イモップンも泣き虫ですね。みんな泣き虫みんな泣き虫。私わかる、私ももらい泣きめっちゃしちゃう。なんか誰かが悲しんで泣いてたらなんかこうやってな涙が出ちゃう。逆に泣かないロッキー、フジココじゃない？で一回フジココがさ泣いたんですよ、ロッキー公演の時にね。で普段フジココなんて泣かないからもうみんなみたいな、フジココみたいななって、あの時は私も泣きそうになった。いつもフジココとね、あの帰り道一緒だから一緒のタクシー乗るんですけど、その時はちょうど帰り際に泣いちゃって、で本当は一緒のタクシー乗って帰ろうとしてたんだけど、ちょっと後からの便で乗るわってなってフジココが泣いちゃって、私一人で泣いてた、一人で乗ったんですけど、うるうるしちゃったもん、藤子子が泣いてる。しかも理由もね、まあいろいろありまして、藤子子泣いてたらねびっくりしちゃう、えっ藤子子。それ以来、うん、それの時は本当にびっくりしました。58分です、ありがとうございます。ではランキング読みます。13位、カードの人さんありがとうございます。12位、ホタテさんありがとうございます。11位、マハマロさんありがとうございます。10位、 MJ ジェアさんありがとうございます。9位、京子のごろさんありがとうございます。8位、ヘタッピさんありがとうございます。7位、博多なるなるさんありがとうございます。6位、タオンさかなさんありがとうございます。5位、バウッチさんありがとうございます。4位、ノリッペさんありがとうございます。3位、クロさんありがとうございます。2位、マイノコありがとうございます。1位、ヤスさんでした。ありがとうございました。それでは終わりたいと思います。明日はパジャドラの千秋楽なので、皆さんぜひ DMM と劇場で見に来てください。では終わります。またねー、バイバーイ。明日は午前中に配信します。バイバーイ。